はい、花屋レモさん、まあ、私ね、物事は全てはある程度までは数だと思うんですよ。量をこなさないと見えてこない世界があると思うんですよね。そして量をこなして見えてこない、量をこなさないと見えない世界で戦っているのが、まあ、プロというかね、それなりの地位の方だろうなと思ってるんですよ。これね、麻雀で例えると、私はすごくね、合点がいくところがあって、あの麻雀って見えてる牌と見えてない牌があって、いわゆる確率とかね、牌効率っていうんですけども、どの牌を残したら割合がいいかとかね、可能性が残るかってことを考えながら、こっちのターツを切るよりもこっちの両面残した方がいいよねみたいなことになると思うんですよ。ただそう思っていても結局は優劣ができちゃうってことは、多分ね、この確率とか効率では測れないような世界があるんだろうなと思うんですよ。でそこで麻雀に関してなんですけども、ある一定の確率を論じるとすればね、確率を論じるとするとですよ、ある程度の数こなさないといけないと思うんですよ。例えば1万回ぐらい麻雀をやったら、やっと確率ってのが均等に出始めるのかなと思うんですよ。で1万回の麻雀っていうと、熱心に例えばね、半チャン100回を1週間で打つむちゃくちゃな麻雀好きでもですね、毎日やって2年かかるんですよ、1万回っていうと。でも今は麻雀のプロでも1年間で、2000回とかやらないんじゃないかなと思うんですよ。麻雀のプロでもね、麻雀を生業としてる人でもですよ、まあ、よく打って3000回とかじゃないかなと思うんですよね。どうですかね、1日に10回麻雀やる人がだいたい3000回ぐらいの麻雀かなと思うんですよ。で、2年で6000回ぐらいでしょ。だから1万回となるとまだね、とてつもなくいかないんですよ。その中でも確率に従ってやっていると、まあ7割ぐらいはこうだけども、残りの3割はこうだよねみたいな、その3割を外すことを前提にするわけですよね。となると7対3の領域で戦っている人同士では7対3同士の戦いが起きるけども、実際にそこそこ数やった方っていうのはこの7対3を8対2にできるわけですよ。でそうなると8対2と7対3でずっとやってると、結局7対3の人は負けていくってことになりますよね。でビジネスも結局相対関係なんで、私 YouTube を開いてね、結構不自由してるところは、チャンネル登録が10人の方とか20人の方ってこっちから探さないともうね、出てこないんですよね。いや、もっと言ったらね、チャンネル登録1000人とか5000人とかって方も出てこないんですよ。だいたい私が YouTube を開くとチャンネル登録数万人とか数十万人って人しか出てこないんです、バーっと。まあ、ですので、そういう方を見ながら私もそっちへ目指していくっていうところもできるんですけども、できれば私はですね、再生数とかチャンネル登録が10人とか20人の方の動画がどんなものなのかなってことに興味があるんで、そっちを見ていきたいんですよね。まあ、ですので即価塾の塾生さんで YouTube をこれから始めた方っていうのを見ていくと、非常にね、その辺が見て取れるのと、楽しいところはあります。ただあんまりこの即価塾の塾生さん見ててもね、すぐ育っちゃうんで、すぐ数百人とか千人とか超えちゃうんで、だからね、長い間はね、見れないんですよね。それこそ新しく入ってきた塾生さんが YouTube やりたいですって言ったらね、私ワクワクするんですけども、ただワクワクするのと同時に、やってる本人はね、早く一定の目標である1000人とか行きたいわけじゃないですか。そうなると私の楽しみっていうかね、チャンネル登録10人20人を見たいっていう欲望がちょっとね、達成できないんですけどね。まあ、いろいろ申し上げましたけども、何の世界でもやっぱり量はいるってことですよね。花山さんね、量をやらないと全然見えてこないし、全然分かってこないし、勘違いをして別の方向に進んじゃうんですよね。例えばマラソン大会するとして、走る練習を1日した人と100日した人、どっちが勝つかっていうと100日した人の方が勝ちやすいですよね。で筋トレをするとして、今日はバーベルダンベル3回やったぞって人と、今日は30回やったぞって人、1ヶ月後にどんな差ができてるかって、もう明々発覚ですよね。ということで量をやらないと YouTube もビジネスも何にも始まらないんですよね。まあ、だから数やらない人はやらない人なりの視点でしかないし、意見でしかないんですよね。やった人はやったところから振り返りができますんで、そうですね、最後にまとめるとすると、見晴らしのいいところで景色について論じるってことですかね。いってらっしゃい。